自然や科学の不思議を小中学生らが実験や観察して調べた成果の出来栄えを競う今年度の理科研究作品表彰式が9日松山市上野町の県生涯学習センターで開かれました。最高賞の知事賞には小惑星井戸川に関して研究した今治明徳中学校1年の川島聡真さんが選ばれました。川島さんは3年連続での知事賞受賞となりました。県教育委員会が主催し2208点の中から特別賞7点と優秀賞200点、学校賞3校を表彰しました。表彰後、川島さんが研究を発表しました。糸川の地形構成に影響を与えたブラジルナッツ効果について実験を繰り返しその成果を報告しました。川島さんは自分にとって理科研究は夏休みのすべてであり一番の楽しみと締めくくりました。特別賞と優秀賞の作品は11日まで県生涯学習センター、17日と18日は県歴史文化博物館、24日と25日は県総合科学博物館で展示します。